バーシャ、踊る、夕日のビッグボスは、1995年に公開された、インドのタミル語アクション映画。スレーシュクリシュナが監督を務め、主要キャストとして、ラジニカーンと、ナグマ、ラグバランが出演している。映画は15ヶ月間上映されるヒット作となり、リメイク映画も制作された。2017年には、デジタル復元されたバージョンが公開されている。 マドラスの力車の運転手マニカムは母と弟ーたちと暮らす男で争いを好まず困っている人々を助ける誠実な人物だった。彼は暴風の遺言を守り弟ーが幸福な人生を送れるように奔走し妹、ギタが医科大学入学の見返りに学長から肉体的報酬を要求され困惑している姿を見て大学に乗り込み学長に自分の正体が バーシャであることを告げ、無条件での入学を認めさせる。さらに妹、カビタが、富裕層の男との結婚を反対された際には、男の両親を説得して、結婚を認めさせた。そんな中、マニカムは弟シバが警察官に採用された際に、警察長官ディナカルに呼び出され、彼から正体を疑われる。マニカムは、偶然知り合ったプリアから好意を抱かれるが、 彼女の父が、バーシャ時代に出会った、キーシャバと尻距離を置こうとするが、プリアの思いは変わらなかった。同時にプリアも父の正体が、密輸業者と尻距離を置こうとする。同じ頃、町のギャングのインドランから上納金を要求され、暴力を振るわれた老人を助けたシバが、インドランたちに臨地されそうになる場面を目撃した、マニカムは助けに入り、代わりに自分を痛めつけるように求める。 求めを受け入れたインドランはマニカムを街路灯に縛り付けてリンチするが、マニカムは一切抵抗せずに殴られ続けた。その後、シバはインドランを逮捕するが数日後に釈放され、彼は報復として公衆の面前でギターをレップしようとする。それを見たマニカムはインドラン一味を袋叩きにしてギターを救出するが、 彼の表現した暴力的な姿を見たバは兄の正体を探り始める。4年前、マニカムはボンベイでギャングとして活動していた。彼は親友のアンワル・バーシャと共に町を支配していたマーク・アントニーに抵抗していたが、アントニーによってアンワルを殺され、復讐のため親友の名前、バーシャを引き継ぎギャングの道に進んだ。バーシャはアントニーに虐いたげられた人々から支持され、 アントニーに対抗する巨大なギャング組織を率いて、アントニーの活動を妨害するようになった。アントニーの部下だった、マニカムの父ランガサミは息子を説得して、アントニーに服従するように訴えるが、バーシャは拒否して、アントニーの取り巻きを全員引き抜いてしまう。アントニーは、部下のキーシャバに、バーシャの暗殺を命じるが失敗し、追い詰められたアントニーは、マニカムが作ったバーシャ財団を爆破するが、 証拠写真を撮られて警察に逮捕される。しかし、アントニーは逮捕直前に、バーシャを殺そうとし、身代わりになったランガサミが射殺される。ランガサミはバーシャに、ギャングから足を洗い誠実に生きるように告げ、バーシャは自動車事故死を偽装して、ボンベイを離れ、マドラスに移住した。一方、キーシャバは、アントニーの妻子を殺して、財産を奪い逃亡し、 同じくマドラスに移住して密輸業者となり、巨万の富を得ていた。キーシャバは自分の財産を守るため、相続人であるプリアを自分の部下と結婚させようとするが、マニカムに阻止されてしまう。同じ頃、バーシャが生きていることを知ったアントニーが刑務所を脱走し、マドラスにやってくる。アントニーは自分を裏切ったキーシャバを殺し、プリアとマニカムの母と妹たちを拉致する。 マニカムはプリアたちを助けるためアントニーのアジトに向かい同時にディナカルから兄の正体を聞かされたシバもアントニーのアジトに向かうプリアたちを助け出したマニカムはアントニーを追い詰めて殺そうとするが現場に駆けつけたディナカルに制止されるアントニーはディナカルの拳銃を奪いマニカムを殺そうとするがシバに射殺されるマニカムはギャングだった自分には ふさわしくないとして、プリアの元を去ろうとするが、プリアは、マニカムを受け入れ、二人は結ばれる。ラジニカーンとナグマスレイシュクリシュナ、タイガー、炎の三兄弟制作中、監督のムクル・エス・アーナンドは、主人公タイガーが弟ビジャイの、警察学校入学を手助けするというシーンについて、ラジニカーンとと話し合い、アーナンドは映画にふさわしくないと判断して脚本から、シーンを除去した。 しかし、ラジニカーンとはそのシーンが長編映画の脚本に発展する可能性があると考えていた。彼は、穴マラいの撮影中に監督のスレイシュクリシュナともシーンについて話し合い、クリシュナも興味を示した。ラジニカーンとはそのシーンを採用した映画のタイトルをベシャにするように提案し、クリシュナはタイトルを受け入れると同時に、イスラム教の要素を映画に盛り込むように提案した。 クリシュナはビーラ踊るアンモアナイト制作中にバーシャ踊る夕日のビッグボスの企画を進めようとしたがラジニカーンとはビーラ踊るアンモアナイトの完成後に企画を進めようと考えていた該当のシーンはバーシャ踊る夕日のビッグボスの中で主人公マニカムが妹の医科大学入学を手助けするという形で採用されクリシュナは 映画全体のストーリーの構築に取り掛かった。当初の脚本では、マニカムはバスの車掌として登場する予定だったが、最終的に力車の運転手という設定に決まった。クリシュナはこれについて、力車の運転手は私の周囲の中で最も一般的な人でした。そして、ラジニカーンともその考えを気に入っていましたと語っている。ラジニカーンと主演作、レイノバビレン。 ムーンドリウムガーム、トンガ・マガン、オーキャベラン、パナッカランをプロデュースした、RMB ラッパンは共同プロデューサーに起用され、この他に V ラジャマールと V タミル・アラガンも共同プロデューサーに起用された。脚本の執筆は、ハイデラワードのタージバンジャラホテルで行われ、10日間でバーシャの過去編を含む脚本の80%が完成した。セリフの執筆にはバーラクマーランも参加している。 また、音楽監督のデーバをはじめとした、穴マラいの技術チームが引き続き、バーシャ、踊る、夕日のビッグボスの制作に参加した。ナグマは、コディロン出演時の演技を高く評価したクリシュナによって、ヒロイン役に起用された。悪役のマーク・アントニー役には、複数のボリウッド俳優の名前が挙がったが起用には、至らず、最終的にクリシュナは高身長とディープボイスを持つ、 ラグバランを候補に挙げた。ラジニカーンともクリシュナの考えに賛同し、クリシュナはラグバランの邸宅を訪問して役柄について説明した。説明を聞いたラグバランは役柄を気に入り出演を快諾した。1994年8月から主要撮影が始まり5ヶ月程度で完了した。ムフラトショットは AVM プロダクションのスタジオと呼ばれるようになったで行われ。 ラジニカーンとのファンが特別招待された。ナーン・アウト・カーランの振り付けはタルン・クマールが担当した。当初、クリシュナはラグラームに振り付けを依頼する予定だったが、ラジニカーンとの推薦でタルンが起用された。タルンは5日間で振り付けを完成させ、AVM スタジオで50人のダンサーを集めて、リハーサルが行われた。ナーン・アウト・カーランは穴マラいの バンドホーンダ・パロックランと同じく、ラジニカーントがレンズを覗き込むジャスチャーをすることで、観客を直接見ているように感じさせることを気としていた。このジェスチャーは穴マラいで効果的だったため、ラジニカーントは、ナーンはアウトカーランのシーンを長くするようにクリシュナに求めた。クリシュナは見た目がだらしなく感じられる衣装を着るように提案したが、ラジニカーントは、 紳士服仕立ての衣装を着て撮影し、クリシュナに対して、この衣装でも観客は違和感を感じないだろうと語った。撮影は、ビジャやボーヒにスタジオのオープンスペースで行われ、100人のダンサーを動員して4日間かけて撮影された。振付師のカリアーンとアショークラージもダンサーとして参加している。映画の前半シーンは23日間かけて撮影された。マニカムが、 悪党の手下と戦うシーンでは、ナーンウォルサダバソンナ、ノールサダバソンナマドヒリーというセリフが登場する。クリシュナはバーラクマーランに対してマニカムの新たな側面が明らかになるシーンで使用するため、シンプルながらも効果的なセリフが必要になると伝えていた。セリフを中心としたシークエンスの撮影初日、ラジニカーンとは、ナーンウォルバティソンナ、 ノール・バティソン・ナ・マドヒリーというセリフを思いつき、クリシュナとバーラクマーランに感銘を与えた。ラジニ・カーンとはリハーサルを繰り返す中で、バティよりもサダワの方がより効果的な口調になると伝え、クリシュナは彼の提案を受け入れて、セリフの一部を変更した。しかし、バーラクマーランは二人の意見に反対したため、ラジニ・カーンとは彼の前で、バティ、 サダバノにパターンのセリフを話して変更を納得させた。このセリフは映画の中で5回登場し映画の成功を受けて多くの人々が真似するセリフとなった。マニカムが弟を守るために臨地されるシーンとその後の悪党たちとのアクションシーンはラージュが振り付けを担当している。クリシュナは RM ラーマリンガムから父 B ラッパンが面会を求めていると告げられマニカムが インドラーに殴られるシーンの撮影を終えた後に面会し、ビーラパンからラジニカーントが殴られるのは見たくないとしてシーンの削除を求められた。これに対してラジニカーントは1994年12月15日にビーラパンをスニークプレビューに招待し、シーンを削除する場合は再撮影を行い、自分が撮影費用を負担すると申し出た。 このためシークエンスの撮影は5日間中断し、クリシュナとスタント振付シュラージュ、撮影監督、PS プラカーシュは、マニカムの母が起こる描写を追加すること、バックライトの使用や心に響く音楽を使用して、シーンの演出を調整することを決めた。マニカムの家と周辺のシーンを含む25のシーンが、ビジャやバウヒニスタジオで撮影され、撮影セットは、 美術監督のマギーが制作した。この他にコメディシーンやナグマをフィーチャリングした、歌曲シーン、アーナンダ・ラージのアクションシーンなどが、ビジャやバウヒにスタジオで撮影された。デーバ・バイラムトゥサウンドトラックの作曲は、デーバ、作詞は、バイラムトゥが担当している。デーバとクリシュナは、当時流行していたラップの要素を取り入れた、ボニー m スタイルの音楽にしようと考えたが、 この方法はうまくいかなかった。次に、デーバは、タミルの現地音楽がアーナ様式を取り入れて、作曲を行い、これが、ナーン・アウト・カーランの原型になった。ラジニ・カーントとバイラムトが、デーバの演奏を聞いた後、バイラムトは10分間で作詞を行い、デーバとサベイ・シムラリがレコーディングを行った。バイラムトによると、RARA ・ラマイアの作詞は8分間で完了したという。 ナンマターションはアクションシーンで流れるボジャパールの別バージョンとして作られ、マニカムがインドランに街路灯に縛られて殴られるシーンで使用されたが、アルバムにはナンマターションのタイトルで収録されている。スタイルスタイルトンはジェームズ・ボンドのテーマをイメージして作曲された。この他にアザグー・ワールディ・バーマンが作曲したキャラバンのディルバー・ディルセピアーレ・バーシャのテーマは、 ターミネーター2のテーマをイメージしている。エニグマのカーリー S ソングのサンプルがマーク・アントニーのテーマに使用された。音楽の権利は AVM オーディオが250万ルピーで獲得した。サウンドトラックはヒットを記録し、ホテル長ラシェラトンで特別イベントが開催され、ヒットを祝してラジニカントにプラチナディスクが贈呈された。バーシャ、踊る夕日のビッグボスは、 ンガル祭りの2日前の1995年1月12日に公開され、テルグ五吹き替え版も同日公開されている。映画は15ヶ月間上映された。2012年5月25日にデジタル復元されたヒンディ五吹き替え版が公開され、2017年3月3日にはタミル語オリジナル版がデジタル復元されて再上映された。 1995年1月13日にザヒンドゥーは、ラジニは、ボンベイの犯罪王と、タミル・ナード州の平和を愛する力者の運転手という、異なる二つの役柄を完璧に演じ分け、彼の古いやり方に依存しないように努力していることが、感じられた、スレイシュクリシュナは、ラジニのイメージとファンの好みに合わせて、脚本を作り、歌とシークエンスは、 主人公の魅力を高めるために作られていると批評している。同月29日にアナンダ・ビカタンはクリシュナがラジニカーントの名誉あるシーンをインテリジェントに作り出し、ラジニカーントが演技とアクションを郵送に演じたことが鑑賞の醍醐味になっていると批評している。同月23日にニューストレーツ・タイムズの警ビジャンはあなたがラジニのファンでないなら期待しない方が良いでしょう。 そうすれば失望せずに済みますと批評している。ラジニカーンとは演技を評価され映画ファン協会賞とシネマエクスプレスアワード最優秀主演男優賞を受賞した。2007年5月に rediff.com のケーバーラムルガンはラジニタミルトップ10でバーシャ踊る夕日のビッグボスを第10位に選び2008年10月にアウトルックは ラジニカーンとのセリフ、ナーモルターダバイソンなノールターダバイソンなマドヒリーを、インド映画で最もチープなセリフ13に選んでいる。バーシャ、踊る、夕日のビッグボスは、インドで2本、海外で1本のリメイク映画が制作された。1996年公開のカンナダ語映画、ソーマは、バーシャ、踊る、夕日のビッグボスからインスピレーションを得て、制作されている。 パダやっぱいつでも俺はマジだぜ。の公開後、ラジニカーントと,とクリシュナは、バーシャ、踊る、夕日のビッグボスの続編制作の可能性について、話し合った。二人は、バーシャ、踊る、夕日のビッグボスが続編を作ったとしても、立ち打ちできない作品であるという意見で一致し、ラジニカーントは、続編が制作される可能性はないと言及している。ありがとうございます。